こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今回ですね、腕時計の鎖 の、 サイズ調整についてご紹介したいと思います。今日は腕時計のね、鎖の調整ですね。よく皆さんネットでお求めになって、結構うちの店にお持ちになるお客様結構いらっしゃるんですけどね、そういう場合でも全部対応いたしますので、まずちょっとね、こちらの場合はちょっと2通りあるんですよね。これ同じ、似たような鎖なんですけど、形式がちょっと違うんですよね。ちょっとお聞きしますね。まずちょっとこっち外して、これはこういうピンでなくてね、こう中にちょっとこういう特殊なこういうも入ってるんですよね。これをちょっと抜いて、してこれをまた外しますね。外して、でまたこの板をここに入れるわけですね。これね、こう今1個ね、コマ外しましたんで、このコマまたあるとまた足せますので、でこれをまた元にこのバネ棒をまた入れます。で入りました ね。もう一つがですね、これはピンなんですよね。ピンの場合はこういうようにこう穴開いてるんですよね。こういう細いこういうものでこう叩いて、細い、さっきとちょっと違うんですよね。こういう形式なんですよね。でまたこれで、そしてこれをまた。こちらからこう逆に入れてあげると、ちょっといいですか。ちょっとこれ傷つかないようにこういうね、樹脂のこういうの使いますんで、これでね、これで入りますね。こういう感じで調整できますので、ネットでお求めになった時計ももしございましたら対応いたしますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。以上でございます。